ダルビッシュ、大谷、鈴木誠也の5回目の WBC、 アメリカがね、力入れ始めたんですよ。ヌートバー知ってましたよ、僕は。カージナルスで、カージナルス息のいい外野手だな。今年はいよいよ WBC がまた、はい、第5回目になるのかな、はい、栗山監督ですごく期待されてるけど、うん、まあ、MLB の解説もたくさんされてますけど、はい、メジャーリーグの選手結構日本今年代表に入って、はいはい、ダルビッシュ、うん、大谷、鈴木誠也とかもね、うん、入る。どうですかね、その辺のダルビッシュとか大谷選手っていう。もう期待しますよね、うん、で特にこの5回目の WBC、メジャーアメリカがね力入れ始めたんですよ、うん、ああそうなの。なのでダルビッシュにしても大谷にしても球団の許可が出たっていうかね。だからもうおそらく今までにない盛り上がりがこの5回目の WBC なるんじゃないかな、はい、日本、ドミニカ、アメリカで5回目だから、うん、アメリカ5回目も狙ってるんだ。狙ってるっていうで、かなり今までにない盛り上がりをこの5回目の WBC はなるんじゃないかなと。チームも力入れ始めて、うん、選手をね、うん、送り出すのを許可し始めたので、ダルビッシュ投手や大谷選手、なるほど、参加できるようになりました、ね、今まではチームがこうなんとなく抑えてた、結構育成してたんですよ。なるほどね、はい、やっぱりシーズンに影響をね及ぼしたくない、まあそらそうだよね、という考えがあったんでしょうね。まあ、変な話サラリーだってね、うん、すごい額で契約してるわけで、はい、まあ、怪我とかね、はい、されたら大変だからね、うん、調整もね早くしなきゃいけないので、うん、そうそう時期的にね、うん、だけど盛り上がってますしね、選手も非常にこうやる気がこう伝わってくるというか出てますので、うん、だからダルビッシュ、まあ、日本から選ばれるダルビッシュ投手ですとか大谷、鈴木誠也、あと選ばれる選手は吉田とかもね、どうなくしようか、吉田もね、吉田とか千賀とか言われてるけど、彼らまで1年目だからね、そうです、難しいところあるんですけど、うん、だからそれ望む精神的にもね、やっぱり結構今までとは違う気持ちでね、今回望めるんじゃないかなと思いますね。うん、日本チームも最初1回目とか2回目とか結構辞退したりする人いたけど、うん、はい、そのイチロー選手が出てああやってこう一生懸命やってくれたことによって、こうそこに入るのが本当に名誉みたいな、うん、こう感じ今なってるじゃないですか。なってますね、だからすごくいいこう大会にどん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 なってます、ね、なってますよね、はい、うん、だから当初こう目論んでた、うん、WBC というのがサッカーのワールドカップに対抗して野球も作ろうじゃないかっていうふうに始まって、うん、ちょっとね違ってたんですけど、うん、当初はでもだんだんそういう、ね、盛り上がりになればサッカーのワールドカップに、うん、まあ、少しでも近づけるでしょうね。まあ歴史がね、ワールドカップのは歴史が違うからすぐその追いつくっていうのはおこがましいけど、うん、真剣さっていうのは近づいていってる感じはしますよね、うん、ありますね、はい、あと俺僕よく分からなかったんだけど、ヌートバーという選手が栗山監督が選んだじゃないですか、はい、うん、まあ国際大会なんで当然まあ日系っていうか国籍的にも日本の籍を持ってるんだろうけど、うん、はい、知ってます？知ってましたよ、僕は。知ってました？はい、カージナルスで、うん、カージナルス、息のいい外野手だなと。メジャーの選手ってメジャーなんですか？メジャーですよ。おお、メジャーリーガーって結構闘争心をね、レギュラーシーズンの戦いで出すじゃないですか、うんうんうん、その中でも闘争心を出すのはトップクラスの、はい、メジャーの中でも熱いプレーをする選手、外野手、外野手、足速いですしね、肩強いですし、走攻守三拍子揃ってます。あとは、まあ、率がちょっと低かったんですけど、うん、パワーはありますよ。左バッターなんですけど、もう距離は出ますね。当たれば本当にどの方向でも入りますね。だからおそらくトップリードオフぐらいの1番2番で考えてるんじゃないかなと。ガッツマンですからなんか、まあいいよね、そういうの1番バッターとしてはね、はいはい、ヌートバー選手、うん、本当申し訳ない、知らなかった。ああ、そうですか。まあ、日本のね、はい、ファンの方も知らない方もいると思いますけど、うんうん、まあ、その他にもね、何人かメジャーリーガーの日本と関係ある選手が候補にはなってたんですけどね、うん、まあ、ただでも、うん、どうやらヌートバー選手だけのような感じですけど、栗山監督選ぶのはね、すごいですね、うん、でもヌートバー選手 WBC 選ばれて、WBC だけじゃなくて、うん、今後もシーズン入ってもなんか注目になりますよね。注目になりますしね、うんうん、応援しちゃいますよね、はい、でカージナルスという、ね、チームがすごくね、うん、
セントルイスなんですけど、うん、野球が好きなとこなんですよ、うんうん、で野球にね対するプライドっていうかね、自分たちのチームがやっぱりあの野球のこう先駆者みたいな的なね、うん、古いもんね、メジャーの野球をリードしてるっていうプライドが、うんうん、持ってるチームなんですよ。だってカージナルスは1番目か2番目に古いんでしょ。そう、古いんです。あの30チームの中、歴史がね、うん、ナショナルリーグでも古いって、うん、カージナルスも伝統の名門なんですけど、うん、伝統な、うん、だからそういったところで鍛えられてますからね、うん、野球のこともよく知ってますよ。どちらかといえばカージナルスというチームはあの日本のプロ野球、もっと言えば高校野球に近いような感じの野球。田口選手いましたね。いましたね。田口がね。そうです、そうです。だから田口選手がこう働きがいがある、うん、そういうチームですから。僕セントルイス行ったことあるんですけど、はいはい、その試合は見れなかったんですけど、うん、すごくいい街ですよね。綺麗な、うん、はい、綺麗な街で、球場がこう、こう川があって、あ、ね、その横にこう、うん、球場があって、はい、こうすっごいこう絵になるような、そうそう、絵に描けるような景色だったのを覚えてますよね、はい、じゃあ WBC も楽しみですね。楽しみですね。今だって法政大学の、はい、今 OB 会長、今年からですね、今期から私が法政大学野球部の OB 会の会長を、うん、はい、やることになりました。 OB 会って何人ぐらいいるの会員？一応ですね、案内って言いますかね、うん、OB 会やりますっていう出席の案内を出すのが1500人います。1500人、はい、だからまあその他にもねたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、把握できるのが、ね、把握できるのがそうですね。OB 会場って結構大変でしょ。物を言っていいんでしょ、 OB 会場。だって大学で OB って強いじゃん。権力が、まあ、権限っていうの、体育会系の、ね、中のやっぱり野球といえば一つこう、まあ、メインの部でもありますからね、うん、そういう位置にはあるんでしょうけど、まあでも OB 会というのは1位も2位もプレイヤーズファースト、野球部員がもう一番、まあ、そういう方針でね、この法政大学の OB 会も、まあしかしね、しかしそのサポートをするっていうのは当たり前のことで、はい、でもやっぱりさ、そこでこう葉っぱをかけるっていうか、いや、それはそうです。ケツを叩くこともやっぱりね、はい、頑張れ頑張れだけじゃさ、はい、意味がないじゃない、ね、うん、理念として3つ挙げさせていただいたのが、うん、もう野球部の支援が1つ、うん、でもう1つが女性のさらなる参画。もう今ね、女性マネージャーが女性なんですよ。私たちの頃ね、法政大学で女子はいなかったんですけど、女性は、うん、もうここ最近、うん、マネージャーが女性になりましたね。野球部の OB でも女性の方がたくさんいらっしゃるんです。へえ。だからその女性の、まあ、さらなる参画と、うん、あとは地方とのこう 活性化、地方とね、支部があるんですよね、いろいろ、うん、まあ北海道支部、東北支部、あと北陸とか四国とか、その支部とのもう活性化ですね。やっぱり地方がしっかりとこう、うん、まあ、盛り立てて機能してくれないと、やっぱり本部というところもね、こう、うん、なかなか盛り上がっていかないので、はい、そういうのを3つ挙げて、うん、はい、頑張っていきたいと思いますけど、うん、それもそうだけど、やっぱり法政大学さ、まあ、俺は別に OB じゃないけどさ、やっぱ法政大学って強くなきゃいけないじゃない。そうなんですよ。だからちょっと最近ちょっと低迷してない？低迷でね、うん、優勝回数が46回、うん、まだかろうじてトップを、トップなんだ、維持してるんですけど、うん、同じ46回で早稲田大学が迫ってきてるんですよ。それは OB 会長として、まあ、なかなかね現場に行ってその指導するっていうのはね、やっぱ監督の、うん、現場の監督コーチがいるからなかなか難しいんだろうけど、やっぱそこに行って、うん、こう見るっていうだけでもね、あと葉っぱをかけて、そうやっぱり優勝してもらってね、そうそうそう、いい選手はね入ってくるんですよ、法政大学。やっぱり小早川 OB 会長になってから復活したぞっていうのがね、そうね、まず法政大学でそれをやってもらって、はい、そうなることは願ってますし、いや、もう今年の春から注目ですよ、だから法政大学も含めてね、はい、今はもう NHK の解説と、はい、あとそういうふうな指導をされてるわけですか。はい、そうですね。あとは、うん、野球教室、まあ、プロ野球、あと大リーグと解説させてます、うん、まあ、あと要望があれば、うん、そういった、まあ、指導、野球、うん、教室みたいな指導もやってますよね、うん、はい、でもまだまだ若くてシェイプアップして、いやいや、体調も良さそうだから、岡崎さんもぜひ一緒にやりましょう。いやいや、僕も一緒にぜひやりたいです。法政大学誘ってください。法政大学、僕、はいはい、指導しに行けたら嬉しいですよ。
でもまあ我々はさ、どちらにしても野球しかしてこないで、はい、恩返しとかかっこいいこと言ってるけど、やっぱり野球をこう通じて一生終わっていくしかないと思うから、はい、いろんなどんな形であれね、やっぱり野球っていうものに関わりながら生きていきたいですね。そうです ね、やっぱりそれでそれが一番幸せじゃないですか、はい、一番幸せですよね、うん、はい、まあ、お互いに、これから先の人生も長いんで頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう。ありがとうございました、はい、今日は本当にありがとうございました。